こんばんは。腰どこやったっけ。ちょっと待って。落としたままだ。落としたんだった。さっきね Wi-Fi 再起動したんだけど、もうダメだな。再起動したんだけど、ちゃんと。Wi-Fi の調子が悪いんだよね最近。なんだっけ。今日絶対2時からだよね。配信で見るのは無理だ。どこに書いてたっけ。そう、なんかそう見た時にちゃんとした日程が出てなくって、出てたっけな。でなんかライフビューイングのやつを見たんだよね、のこうありますよみたいな。それからこう試合のやつ見て22時からと勘違いしてた。26時だ。ゼータ2時まで起きて見るつもりではいるけど、2時意外とねいつも起きてるんだよね。2時とかは結構余裕で起きてるからな、普通に見るな多分。2時かとはならない。YouTube、 いや多分ね Twitch で見るな。 Twitch で。見る。ゼータとどこだっけ、なんて読むんだこれ、難しい。やっぱり6時してるな。むちゃくちゃ夜型でさ、めっちゃ起きてるんだよね。朝型になれないわ、無理だわ。なんか言うじゃん、このさ朝型夜型はさ、なんかもともと決まっててみたいな、そういうさなんか遺伝子的なやつで、もう完全なる夜型だからさ無理だ、無理とかはさ、さすがに眠くなるけどなんないんだよね。もう何時か、いつも何時ぐらい寝てるか。でも昨日は割と早かったよ。昨日何時だったか、1時過ぎには寝てた。割と早い、それ1時過ぎ早い。夜寝ようとしてもいいね。多分ね、私のこの生活習慣じゃその夜寝れない、夜なんだろう、早い時間では寝れない。めっちゃ朝早くから起きてる。昨日は多分ね朝早く起きてたのと公園があって眠くて寝たんだけど、めっちゃ朝から起きてないと夜早く寝ないな。めっちゃ眠い時は全然早く寝た時もあるけど、その12時超える前に寝てた時もあるけど、無理だな、まれにぐらい。12時まで配信して静かの練習。そうだね、でもどっちみち絶対のやつ見るから結構起きてる今日は。
そう、夜型なんか。なんかさ、こう書類イベントとかでさ、こう結構朝でも書類イベントあれか、朝早くからやって夜までやってるから結局は寝る時間遅いからそんなに朝方の方でもないのか、難しいなぁ。そのお仕事とかで、お仕事だ、そういうイベント系とかでさ、めっちゃ朝早く起きるようになっててもさ、一定期間すぐ戻るんだよね、終わった瞬間すぐ戻る。すぐね戻っちゃう、夜型に。いやでも朝型になりたいわけでもないんだけど、別にこのままでいいんだよね、なりたいと思ってなくてそこまで思ってないよ。姿なりたい、そんな思ったことないかもしれない。そこイベントの時はね、いつも5時ぐらいに起きてたかな、もうちょっと前かな、覚えてないや。うん、レベックスマートワージョンアップ、アップデこの間シルバーなってから一回もやってないわ。いつだっけあれ、先週、先週かな、いつだっけあれ覚えてない。やんないとな、シルバーの呼んでやってない、そっから。成人式の日、その日のスケジュールによるな。オールって逆に寝る時間がなさそう、わかんないけどね、あんまりわかんないけどわかんないけどさ、成人式の日は仕方なくない、あれは仕方ないよ。今あれ始まってんのかな、 VCT 23時からだったはず。どうしようかな、ゼータじゃないけど見るか迷う。誰かやってんのかな、ミラー配信。ツイッチこれか。ミラー配信ってゼータの時しかやってない感じ。いや、やってる人は釈迦さんやって。ああでもジャスお母さんも言ってるか、普通にやってるのか迷うな、見るか。迷う。コンセプトして相当寝る、マジか。でもそんな感じになりそうだね、確かに。朝早いもん、早いって聞くもん携帯がどうしようかな、見るか迷うな。どことどこが戦うんだこれ、それが分かんない。どこ対どこ、あ携帯がどこ、よし、
セット、違う、これじゃない、どこに書いて、違う、これじゃない、かな、これ、ね、どこのところなんだ、チームなんていうのか分かんない意外とチームの名前って難しくない、どこのチームなんだろう、これは。アペック。アジア。と、チーム、なんだこれは。難しい。読めない。携帯サイズの、そう、携帯で見てる。でこう横画面にして全部に映る、そう、 Wi-Fi さんに聞いた、 どういうことどうしようかな、見ようかな、ゼータはね2時からなんだよね、見るならイヤホン持ってこないといけない、充電は41%、微妙なところだな、どうしようか、あるんだけどさ、な、繋がらなかったんだよね前、こっちの携帯に繋がっちゃって、ヘッドホンあるのはあるんだけど、ここにちょっと待って、一旦これなんだっけ、 Bluetooth 切るね、こっちの、ちょっと一旦、うん、 Bluetooth 切ってきた、これで繋がんないわ、そっちには、繋がるかな、前繋がんなかったんだよね、この間ああ接続できない、なんで、なんでこうやってさってやってるよね、なんかね、こっちの携帯になぜか、一旦解除して、終わってない、うん、なんでだ、充電もあるよね、撤回させて、ちょっと待って、ヘッドホンをつけたいんだけど、これか、お、つながった、つながった、どうしようかな、見ようかな、
充電あるね。これとりあえず開くだけ開こうか。開くだけ。どうしようかな。え、どうしよう、迷ってる。でも日本のチームじゃないこれ、今から見るところまだ始まってないと思う。選手紹介みたいな話始まってんのかな、もう分かんないよ。分かんないけど、そう、なんかヘッドホンあぶない、繋がった、さっき繋がらなかったんだけど、一旦さ、こうなんかデバイスの登録みたいな解除してしてやったらもう繋がったわ。やっぱやってれば20、いやね、やらないといけない、これ鈴声覚えないといけないから、鈴声覚えてでしてたら多分2時になってるわ。始まったらどんつける。うん、なんか選手紹介みたいなの多分今わかんないけど、や、戦ってない、まだ始まってはいるけど。ヘッドホンの充電は何パー出てるっけこれ。いや、ある、うん、あるけど、まだもちろん持つはず、半分もないけど多分大丈夫だって言うて、あと45分ぐらいしかしできない、40分ちょいしか、あのランキング4まで。大丈夫大丈夫、わかんない、初めて見るわ日本のチーム以外のやつ。携帯の充電 40% ぐらいだった、 40% 今 38% だ早っ、減ってるけど大丈夫、あの充電させばいいから。うん、始まりそう、確かに今選手入場みたいなやってるわ。これどこの国のチーム？全然知らない本当どこの国と、どこだろう本当わかんないんだよね全然知らない、どこだろうこれいや本当マジでわかんない。VCT、はい、どこだろうこれ、見てるけどアフェックって書いてた、どっちかのチーム、ツイッター見たらアフェックってアジアだっけ、わかんない、全然わかんない、でもなんかアジアっぽいよなんとなく。書いてる今、あ、消えちゃった文字見ようとしたら消えた。東南アジア、あ、シンガポールとオランダ、そうなんだ、全然知らなかった、初めて見るここのチーム、両方か、両方初めて。ピザ持ってるえ、どういうことピザ持ってた、なんかどっちのチームか分かんなかったよ、ピザ持ってびっくりした今うん、国旗とか出ると、いや確かにね、でもあれなのかな、なんか
あれもあるからな、そう、なんか日韓のチームとかさ、そういう今後のチームもあるからなのかな。だからあれなのかな、日韓のチーム、あのクレイジーロックもだけど、一応日本のチームだけど、あれ日韓あるからな、そういう。ピザ食べてめっちゃもぐもぐしてるピザ弁解って人のネタ、あ、そうなんだ、全然知らなかったかわいいね、この着物今映ってた始まるかな、めっちゃいくファミレス、あ、ファミレス、行ってないかも、行ったっけな、行ってないかもしれない、最近あんま合宿しないんだよね、それもあるかも、うん、まだか、びっくりドンキーって外食じゃない、間違えた、ファミレス、ファミレスか、あれびっくりドンキーはね行ったよ、この間先月1ヶ月ぐらい前、びっくりドンキー美味しいよね、いつだっけ初めて行ったの、去年、いつだっけあれ、今年かな、去年か今年か、今年か、うん、今年かな、なんか初めて行って、で、そう、初めて、え、大分にもあるんだよ、行ったことなくてびっくりドンキ、東京で行ったてか東京でしか行ったことない東京と、あとなんか大阪旅行かないだして、その時に行ったかな、びっくりドンキに初めてで行ったことない、別にないわけではない、あるんだけど行ったことなくて、あるんだけどね、なんか行こうってなったことがないんだよね、びっくりドンキに、あ、確かにジューフル、そうなんだよね、ジューフル行っちゃう、なんかそういう感じのとこ行くんだったら、いろんなものあるしで行っちゃう、そっちにハンバーグ以外もあるしみたいな、みんなハンバーグ食べたいみたいな時があんまないんだよね、もう一個もう一個も確かにそう、ジューフル、まあ、お一人ファミレス行くってなったらジューフルだね、確かに深い行かないわ、ココスとかも置いてない、置いてで行ったことない、あるんだけど東京でしか行ったことない逆に東京でサイゼリアは1回しかない、多分1回 ?1、2 回 ?2 回あるかなぐらいのレベル、微妙だわ、そんぐらいのレベル、 1、2 回ぐらいしかない、サイゼ、でもサイゼリアも美味しかったいう記憶がある、何年か前だけど、本当行ったの、入って1年目とかぐらいしか行ったことないまた行きたいけどね、サイゼリアないな、でも素人とかくら寿司、くら寿司あるよ、どっちもある、どっちも行ったりする、お母さんがね、回転寿司の中だったら寿司が一番おいしいって言うけど、私よくわかんない、どこもどこが一番美味しいとか、どこも美味しい特にないな、どこがいいとか、スシローだっけ、でも杏仁豆腐があるの、なんかね、どっかのね回転寿司のね杏仁豆腐、いちごのソースかな、違うな、ブルーベリーのソースが前かかってる杏仁豆腐があって、今もあるか分かんないけど、それがねめちゃくちゃ好きだったんだよね、お寿司屋さんの杏仁豆腐がお寿司屋さんの杏仁豆腐が好きだった、
読まるか分かんないけど、始まった？始まった。ちょっと見よう。これでもどこだっけ、ポーラン、え、違うポーランドじゃない、どこだっけどことどこって言ってたっけ。シンガポールか、ポーランシンガポールとオランダか、もうすぐ忘れるそうシンガポールだよいしょ惜しかったわ。ポールしか入ってる全然違った、惜しかった全然惜しくない、ちょっと似てるじゃん、なんとなく。うん、今日はね Bluetooth つながった、ちゃんと。でもあれかな、イヤホンの方がいいかな、なんか片耳だけ外したいけどむずい。片耳外したい、喋りづらい、両方聞くの。まあいいや、面白い。なんかさ表示がミスってるのかなずっとさ左上にさ、左上のマップのところにさ名前がずっと出てるそう、動画見ると音声気にならない。あー今は気にならないな、そこまで。え、そんな気にならないよ。PC と一緒に有線のヘッドセット、ヘッドセットは買うつもりない、普通のイヤホンで別でマイクかな。ヘッドセットは多分買わない。あ、ん？なんか広告始まっちゃった。広告始まっちゃった。今はねジャスパーさんのミラー配信見てますね。ゲームするときは Bluetooth の使わない。普通の有線使う。ずれちゃうから。戻った。そう、ヘッドセットは買わない、イヤホンでマイク別かな、別に買うかな。誰のミラージャスパーさんの、前回と同じ方の。全然見てなかったね。ちょっと携帯置く。これ必須だな。そう、ツイッチで見てる。これ。なんかどっちの方が強いとかあんのかな。わかんないけど。初めて。すごい。どっちが勝ってほしいとか特にないからさ、どうしようかな。なんかこういうのあれだよね、こういうの見るときってさ、なんかどっちの方が勝ってほしいって見てみるの方が楽しそう。特にないからな今は。お
そう、なんか本当はねゼータ見ようと思ってたけど、ゼータが2時からで、特にないんだよね。これ、え？明日さ、ゼータが帰ったら、明日じゃない、間違えた。あとで2時からやるやつ、ゼータが帰ったら、また何日か後かにある感じなのかな。全然日程分かってないや。よいしょ。明日も合ってる？え？明日、ああそうだ。確かに2時だから、そうかそうか、日付変わってるわね。あ、明日か。一応でも26時表記になってたから今日って感じなんだろうけど。2時だから、まあ日付変わってるわ。アップルイベント、なんかあれ iPhone、 なんか新しい iPhone の発表みたいなやつ見ないな多分そっちは。いつもさ新しい iPhone が発表されるのさニュースとかで知るんだよね。あそうなんだぐらいで出るじゃんニュースで、新しいのが発表されましたみたいな。見たことなくって、あの配信そうだったんだって感じでいつも見てる。この間のさデータめちゃくちゃすごかったよね。13本練習、最初のさ2本か3本取られてさ、その後もずっとデータが取ってそのまま帰っちゃった。びっくりした。カメラがでかくなるとき、あそうなんだ、カメラが大きくなるの。全然知らないわ全然。なんかさちょっと出るじゃんその発表がある前にさ情報が、それすら知らないわ今回のやつ。いや次いつ買えるかな iPhone、 なんかちょっと使いづらくなってからだな。まだ普通に使えるから、使いづらくなってからかな。もうちょい先だなきっと。え次出るの何？次 iPhone 何？次 14？ ああ14か。いつ変えようかな。私のなんだっけ12？12 だっけ。いやもうちょい先だな多分。バッテリーはねまだ全然使える。月変わって2時からゼータのやつ、そうゼータ2時から、ちょっと2時からのやつ見る。ゼータの、あ、月バーガーね、月バーガー食べたい。今度いつか食べようかな。なんだっけ新しいやつ、月見なんちゃらバーガー、あ、すき焼き、それ美味しそう。あれも食べたい、月見パイ、マクルージーのやつも食べたい、モンブランの全部スタバの栗飲んでない。あれどんな感じの味なんだろう、カシス全然想像がつかない、わかんない。どうしようか、でもあれ短いよね期間が、20日ぐらいまでじゃなかったっけ。
どうしようかな、悩んでる。飲むか微妙で、チキンバーガーは食べたい。今度行けそうな時行こう。あー、ミスドもそう行かなきゃなんだよね。ミスドはでも行けるかな、近いうち。難しそう。ミスドのやつね、あの毎年出てるさつまいものやつめっちゃ美味しそうで、今年も。あれも、あれは期間長いよね、ミスド。だからまだ大丈夫。しかもさ、あのなんかあのさつまいものやつ全部買いたいからさなんかどっかさ、お仕事の行きとかでミスド見つけてもさ、買えないわけよ、邪魔じゃん5個ぐらいあるっけ、さつまいもの5種類ぐらい。帰りに買いたいんだよね。そうだからさ、なかなか買えないでいる。全然見れてないやよ虫に。確かに今2対2でめっちゃいい感じの勝負してるわ。倒されちゃった。どっちも応援してるわけではないんだけど、どっちか応援してるわけではないんだけどすごい。大学芋、私めちゃくちゃ好き。なんか今さ売ってるの見ないんだけどさ、業務スーパーにさ、なんか 500g ぐらいかな、なんか結構大きいさ大学芋がさ売っててさ、あれをお母さんに定期的に買ってきてもらってたでもあれね、開けなんか冷凍のやつでさ、解凍してね、ほんと何日かとかで食べないと飴がね溶けちゃうからさ、大学芋のあの周りコーティングされてる飴が、早く食べないとね美味しくなくなっちゃうんだよね。大学芋あの周りのさ飴が硬いのが美味しいじゃん、パリッてしてるのが、あれがなくなっちゃうから早く食べないと。チームリキッド、ああチームリキッドってここなんだ。あ、聞いたことあったけど、ああここなんだ、今知ったわあ、えなんかさ広告が、チェスパーさん休憩中の時広告を再生中ですって出ちゃうんだけど、休憩中だったのかもう広告が定期的に出ちゃう。出てたっけ前も、こんな風に分かんないわ。今買ってきて、今なんかね見ないんだよね、そのタイプのやつ。なんか袋に入ってるやつの大学芋を見たりするんだけど、袋に入ってるやつじゃないんだよね。なんかね、なんていうの、なんかプラスチックの容器に入ってるやつ、あ変わったのかね、見ないんだよね。それが好きだったんだけど、休憩じゃないけど広告設定してると、あそういうことね。チームリキッドとどこだ、なんて読むんだよ、もう一個もう一個なんて読むとこなんだろうむずい。知ってる選手いるのかな、聞いたことペーパーレックス、あペーパーレックスって読んだ。ペーパーレックスは知らなかったな。チームリキッドは知ってた。えなんかさチームリキッド、エペの
のプロのチームもあるっけ、まあ、聞いたような気がする。それとかで黒に入ってない、なんかね今売ってるタイプのやつ黒に入ってるんだけど、なんかプラスチックのトレーに入ってて、でなんか上がこうなんていうのフィルムみたいな貼ってるやつ、なんか豆腐の容器みたいな、それだ豆腐売ってるじゃん、豆腐のあの容器みたいなやつだ、あれがもうちょっと大きくってもっと大きいやつに入ってる感じ、中に大学に置いてる。チームは大体いろんなゲームの部分がある。やっぱそうだね。チームリキッド、なんかエペのねこの間の LGS なんか聞いたことある気がする。ないところもあるけど、なんだっけペーパーリックスはうちわかんないけど。チームリキッド強い。ヘッドホンずらしてるからさ椅子に当たっちゃうんだよな。スイートポテト、スイートポテトも好きだよ。てかそういうやつ、さつまいものお菓子系どれも好き。大体大学芋って四角いやつ、四角、まあ売ってるところによるけど、まあそんな感じのやつかな。むずいな、四角かどうかはむずいな。大学芋微妙なとこだけど、まあそんな感じかな。いや全然見れてない、見るとか言ったりとかしてね、来年の来年イヤー3?ALGS のイヤー3も楽しみ。ああいうのの予選ってさいつから始まるんだろう、わかんない。 ALGS なんかね私が見始めた、なんかね気づいたらやってて LGS、 エペの配信見始めたぐらいで、エペの配信見始めたぐらいの時に YouTube でそう見始めた時ぐらいになんかめっちゃ視聴者いると思ってこの配信と思って見始めたのが LGS、 エペの世界大会の予選かな、予選としか。悪く調子悪そうとのコメント、ああ調子悪いんかい。いやじゃあ分かんないね、逆転の可能性も全然あるね。今だってまだ差が3しかない。うまっうまっ、プロだからあれだけど、やったこともない人がまともにやったことがないと。全く分からない、なんとなく見てたら分かるよ、勝ち負けぐらい分かれば大丈夫だよ。私も勝ち負けしか分かってない。ちゃんとしたこのキャラ、このウルタが使えて分かってないから、負けが分かれば大丈夫だよ。うん、優勝賞金高いの、どうだろう、分かんないな。賞金なんかそういう大会の賞金見たことない、ちゃんと分かんない。高
高そうでもこう世界大会分かんないけど、ペパーレックス結構調子乗ってきてる感じじゃない？差が1枚目になった。70万ドル VCT の賞金、70万ドルってない、分かんないでもすごそう70万ドルすごそう。9000万円、すごい、9000万、すごいな、すごい世界大会って感じ。あ、タイムアウトか、すごい。そしたら PC 買い、いやもうそれ出てる時点で PC 持ってるよ。椅子結構いいよこれ、椅子いい、うん、あ始まる、携帯って 30fps なんだね、知らなかった、今言ってたジャスパーさんが携帯とかもう気にしたことなかったわ。スイッチライトってどんぐらいなんだろう。三陸寺が13万回 ?13 ロストワン賞めちゃくちゃもらえるじゃん。なんかもう展開が早すぎて気づいたらどんどん倒れていってる。早い。スイッチ60なんだ。60、あ、そんなくらいしか出ないんだね。でも。スイッチライトの方があれなのかな、出ないのかな、わかんないけど。わかんないけどさ。さあ、ライピンクのルミオお気に入り。気に入りっていうかあれだね、そのいろんなルウェアをこう何着買ってそれをこう洗濯を終わったら着るみたいな感じだからな、そういうわけではないけどこう繰り返しいろんなのを着てるから順番に、特に順番ないけど乾いてるのかどんなあの着てっていうかそういうわけではないんだけどね、特に黒く着てる時もさあの普通に部屋着のこともあるしあの何普通に私服の時もあるしみたいな、だから多分ねあんま分かんないかもだけど、うん、
すんの。どうなるかな。うん。ああ、ふと押さえちゃった。お気に入りの黒 T、 お気に入りの黒 T、 特にないかもしれない。 いや誰も気に入ってないってわけではないんだけど、これが一番はないかも。特に特にない。うん、柄とか、逆にね、無地の服持ってないよ。ほとんどほとんどないね、無地の服。いや配信だとここぐらいまでしか見えないから、ここってだってここら辺にさ、かわデザインがある服ってほぼほぼないじゃん。だいたいさ、もうちょい下のところじゃん、デザインが入ってるのって。だから見えないだけだって。無地の服は持ってないよ、ほぼほぼ。多分ないと思う、無地着ない。グレーは着なさそう。グレーの服もあるよ。グレーの服もある。最近あんま着てないけど。 VCT 見るって書いてない、全然見てないわ。やばあんまあれだからな、そのチームの選手もそんな詳しくないからな、このどっちも難しい。うん、すごい。今さ1対2なのね。ちょっと1の方に勝ってほしいね少ない方に。あ、負けちゃったヘッドホンどこのメーカーか分かんない。だから適当に買ったやつ。うん、港山にやってくる敵が見えないところでも常に敵の位置に布陣を合わせる。え、ね、すごいよね、見えないのに。だってさ、私たちの画面、こう見てる画面にはさ、こう映ってるけどさ、相手の位置も本当はさ見えてないわけでさ、すごくない？うん、しっかりこうね、合わせてて。すごすぎる。負けてる方応援する。負けてる方なんかなんか応援したくないじゃん。いや、絶対が楽しみだよ、2時からの。え、そう、本当は見てないよ。じゃ見えてたらあれじゃん。見えてない、見えてない。仲間の位置しか見えてない、敵の位置は見えてないです。これジェスパーさんの画面どういうこと時間しか映ってなくって、時間の向きがめっちゃ変わってる。あ、あ、映った。エスパーさんの画面が2時から、2時からだからね、ゼータが、日本代表のチームが、それを見る。よく起きてられ、2時はね、結構起きてるんだよね、普通にいつも。普通に起きてるから大丈夫。2時から始める、2時から始める、2時間ぐらいかな、もうちょいあるか。どんぐらいあるかによるな。3マップあれば、3マップ目まであれば
あの3時間ぐらいあるかも。1マップ1時間ぐらいじゃないっけ、いつも。まあ眠くなって寝そうではあるけど、途中で一番最後大事なところ見れないわ。まあありそうありそうだけどなんでそんな時間に起きてるの、いつもこんなんだから。なんで、なんでむずいな。夜型だから、夜型なんだろうね。朝あんまりいろいろする気になれないけど、なんか夜にいろいろしちゃうんでそれなんかやらなきゃいけないこととか夜にやっちゃう基本。朝なんかやる気になれなくて結局夜みたいな。途中で眠くなって寝そうはあるな、確かに。うん、今7対5でいい感じだね。接戦って感じ。日本差なんてもうあれだもんね、あるけどさ、差は簡単に返されちゃうもんね。うん、何時に何時に起きてるかな。まあ起きるのが遅いけど寝るのが遅いから私も生活習慣やばいかな、生活リズムが基本うん。ウェンカイ選手なんか、なんかツイッターで見たな、流れてきて。何で見たんだろう、 何かで見た。このどっちのチームだどっちのどっちのチームだ。あ、なんか画面が、ん、あ、こっちか。ペーパーアレックス、うん、何かで分かんないけどツイッターでなんか流れてきたかなんかで見たはず。なんか VCT のなんかのシーンが忘れちゃった。でもシャワー2時、寝るの3時。違うよ、もうシャワーお風呂入って、もお風呂入ってる状態だからね。練習するって言ってもそんなに、なんか雫公園そんなにしっかりやんない。しっかりやっちゃうと汗かいちゃうじゃん。お風呂入った後にもそんなに汗かきたくないから、今日はそんなにしっかり踊らずに練習して覚えて、明日とかにちゃんともう帰る。また入ればいい。やだよで2時からは VCT 見るから私VCT 今見てるけど、ちょっとゼータ戦見るからさ。そう、もうちゃんとお風呂入ってる。すっごいの練習もなんかめっちゃ踊って練習っていうより振りを思い出す感じかな。動画見て振りを思い出して今日全曲で、明日ちゃんとめっちゃ踊ってみたいな感じで練習する。立ち位置覚えてとか。この時間ですでにお風呂入ってるのめっちゃある。え、でもあ、よくあるよ、配信してる時にお風呂入った後に配信はよくあるよ、結構最近よくあるそんな珍しくないよよくあるけどな。昨日は公演終わりだったからあれだけど、よくあるよ結構。うん、本当に何となんだろう、やっぱ全然見てなかった。
接戦だね本当。うん、55分早っ。ランキングはもっかな。すごい、でもめっちゃすごい自信だった。ランキングはもう VCT 見るって言って全然見えてなかった今日。13位から。あ、これすごい。ん？これか。13位。13位から見ます。13位、シンさんありがとうございます。12位、ユーマ過去熊本さんありがとうございます。11位、バトニーさんありがとうございます。10位、WY アットマーク影の守護神さんありがとうございます。9位まさむねさんありがとうございます。8位筋肉愛好家さんありがとうございます。7位まるさんありがとうございます。6位ブマさんありがとうございます。5位香港のアルマとマークきょかおさんありがとうございます。4位とわさんありがとうございます。3位ラスカールさんありがとうございます。2位ナオトさんありがとうございます。そして1位がニャーコさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信はできそうであればお昼過ぎやってるかもだけど微妙だな。夜はやってると思います。夜23時台には23時前から始めたいけど、できそうだったらって感じかな。まあでも23時台にはやってると思います。さあこっからね、そう2時から見るから。それまではちょっと雫公演を練習して絶対が始まったゼータ見る。勝ってほしいねゼータ、勝ってほしい。リベンジマッチだからね、一回負けてるところと戦うの余計勝ってほしい。お昼過ぎはね、できたらお昼にやるか分かんないけど、何時にやるか分かんないけど、お昼過ぎか夕方ぐらいやるかもぐらい。負けたら終わり。そうだよね。もう次負けちゃって終わりだからね。ちょっとリベンジマッチ勝ってほしいわ。なんかさ、あの会場で見るやつ、ファブリックビューイング行ってみたいけどさ、ゆるすぎていけないわと思って。もっとさ、夕方とかだったら見れるけど。会場に行ってる、そのスコーンまでやってるわけじゃないけど、ファブリックウィングだから夜すぎて、さすがに夜すぎて、夜すぎて深夜だから行けないってこと。夜すぎて、そうなんだよ。もうちょっとね、早い時間とかだったらいけるけど、さすがにさすがに今回は2時からだしな、ちょっと無理だな。私ね、そう夜型の私もちょっと無理だな。そのぐらいにちょっと外に出たくないわ。ね、またなんか会場で普通に日本でやってるやつだったら見に行きたいけど、予定がやっぱ電気が切る。あれ抜けちゃったか。コード抜いちゃってたわ今。モスバーガー月見ホカッチャ、美味しそう。てかモスバーガーの CM 見て美味しそうって思ったんだよね。あの卵がさ、トローってしてる感じのやつ、モスも美味しそうだった。モスかな、それかな、モスか分かんないけど、ロッテリアかモスか分かんない。ね、
決めました。あ、やばい時間だ。じゃあ明日はできそうであれば昼過ぎくらいから一回やるかもしれないと、夜は23時台にはやってると思います。